こんにちは皆さん、最近引っ越しをして台湾の国立政治大学というところの近くに住んでいます。今日は今から僕の進路について少しお話したいと思います。僕は今年の9月から国立政治大学政治学科の、学部生として編入をしました。で、一応1年生からの単位なのですが、アメリカにいた時の単位を移行して、まあ、3年次編入ということで、あと2年半、こっちの方で頑張っていきたいと思います。で、やっと広い部屋に住んでですね、 YouTube の方も撮れる環境になったので、これから YouTube の方もやっぱりもっと動画を投稿していこうと思います。前住んでた部屋が本当に刑務所みたいな部屋で、動画を撮ることが全然できない、もう本当にベッドと机しかないみたいな家だったので、その時の写真はここに貼っときます。はい、今すごい広い部屋に住んだので、これから動画の方も投稿していきたいと思うので、よろしくお願いします。まあ、これからまたよろしくお願いします。台湾2年目です。頑張ります。それでは。